はい、じゃあ、ね、亀山になんと誰でしょう、これ誰ですか。さあ来ちゃいました。来ちゃいました、この人。ね、お忍びでね、ちょっと、はい、来たんですけど。そうなんです、まあ、誘いたい人が何名かいたんですけど。俺喋ってるから。じゃあ、亀山、行ってみましょう。あれ、違う。今日は、こんな感じの、装備で、いろいろ教えてもらいたいと思います。私がトイレ行ってる間にしんちゃんが来てます。まず来たの。どうやって話さんの。こういう時喋んないか。喋る気ないか。あ、今が言わな。今が、うん、どういう仕掛けをしてるんですか。今こんなはい、今から釣りガールさんの、まだえ、いいよ、編集できればいい。編集できればいい。編集できればいい。まだビグってないもん。ってるから。なるほどですね。あ、撮ってる。撮ってます。撮ってる。人が入んないようにしないと。ああ、でも人入っちゃうかな。出発。やる気あるんですか。わさわさしんちゃん、やる気あるんですか。ガールさんの真似をお願いします。はい。釣っちゃダメなんだよ。あ、なるほど、はい、そうですね。普通に、はい。でもシュッてちゃう。ね、ちゃんとこうやって持って。はい。こうやってやらなきゃダメ。はい。わかる。はい、わかりました。普通に釣っちゃダメだからね。はい、わかりました。ちょっとやりづらいんだ。さあ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 。何様だよ。じゃないでしょ。そうだよ。みんな静かに釣りしてるから。絶対。お前が一番うるせえ。そうっちゃ。うるさいのはあなたです。なんか喋ってください。喋ってんじゃん。何様だよ。抜けるの。ガリガリで。さすが、めっちゃ速い釣るの。四メーターちょいや。何？やば、すごい。今日はどんな状況ですか？今日はまだ一匹目だからわかりません。はい、じゃあ今日の意気込み。意気込みっていうか、そうですね、関東のバスの厳しさを知りたいと思います。ああって何？いや、もう俺、ね、半分体ひねってるから、もう、やばいんだよ。前も見なきゃいけないしね。そうです。しんちゃんに、いろいろ教えてもらいたいと思います。まあ、いろいろって何？もったいないから、あー、うんね、バンク沿いをね。なんかおかしいんだけど。え？ラインがさ、なんでこんな下なの？ま、なんかおかしいなと思ったら、巻いちゃって聞いてみればいい。食ってるか食ってないか。食ってない。うん。でもポーリーちゃん今3回当たりがあってミスってるんです。釣れた。ちょっと待ってね。早く。あと2つ、あと2つ。あ、全然、ごめん、全然取れてなかった。マジで。ちょっと、おー、すごい。
ちょっと待って。どうしたらいい？その中入れたらいい？うん、そう。いいよ。こっちやって。すげえ、冷静じゃん。やったー。すげえ。関東初バスですね。関東初バスですねって久しぶりに言った。関東初バスですね、本当に。うん、ちょっと待って、クラッチ切っていい？うん。やば。すげえ。ありがとう。うん。おー、やったポーさん釣りましたよ。亀山で。しんちゃんに教えてもらって釣れました。この急にすごい喋るようになったけど。どういうこと？ああマジ可愛い。うんうん、おすげえ。また来たね。いややらせ感が半端ない。なんかしゃ。うん？ちょちょ俺の喋りが。おここ。うん、今魚取って。いい？うん。行くよ。うん。よっしゃ。すげえ。やった。めっちゃ嬉しい。うん。やった。で、しんちゃんに場所を教えてもらって釣りました。やった、うん。はい、はい、ここで、笑いとって、笑いとって。なんで？うん、うん、うん、うん。よ、オッケー、オッケー。俺の意図が邪魔だな。結構いい？あ、来てるね。結構いい。いい感じやね。やマジで。あ、はっ、おぉ、危ねえ。あー、いい。うん。うん、あー、うん、うん、大丈夫大丈夫。あ、焦んないで。上がってくる？うん。上にグイッて上げられる？いい？うん。おぉ、いいね。いいコンディション。うん。いい。ナイス。ナイスナイス。え、なんて言えばいいの？え、なんて言えばいいの？なんて言えばいいの？教えて。イエーイ、亀山のバスを釣りました。3本目。さすがしんちゃん。釣ったのね。釣ったの、はい、彼女なんでね。生きてる？元気？誰が釣ったのそれ？私。え？聞こえない。何？私？うん。何？おお、すごいね。鴨山ダムで3匹？うん。ポーリちゃん3匹釣りました。イエーイ。右のね、いい。右？左？左だね。私左。うん。私左。いいね、これ。いいです。うん。はい。ね、亀山釣れますね。九州からはるばる来て。うん。関東生の皆さんありがとうございました。また遊びに来まーす。はい。じゃあ、当日のね、亀山の僕の感じた状況なんですけど、12月のね、もう入るぐらいの日にやったんですけど、例年だったら6メーターとか8メーターのね、ディープフラットとかで、うん、狙っていくことが多いんですけど、今年はちょっと水温がね、高めで、で、当日もローライトな状況だったんで、うん、だいたい、まずはね、4メーターぐらいのミドルレンジから様子を見て、ね、すぐ、ね、僕にポロッと釣れたんで、で、うん、そっからちょっと僕が散らしながら、ね、反応を見てって、で、あとはね、ポポちゃんが釣っていくみたいな感じにしていきました。で、だいたいね、2.5 とか、まあ4メーターぐらいで反応が良かったです。ね、結構回遊もしてる感じだったんで、うん、まあ難しいっちゃ難しかったんですけど、まあポポちゃんがね、なんとか釣ることができて、本当にね、嬉しく思います。じゃあね、釣り方の方はね、何気女子だったね。何気女子なポポちゃんにお願いします。亀山の釣り方ですね。それは、バスのいるレンジを、まあ、しんちゃんに、教えてもらって、だいたい4メートルぐらいだったかな。うん。それぐらいにバスが、いると教えてもらったので、
メガバスのトーナメントクローラーのダウンショット32分の1ボンスで、釣りました。で、シェイクの時は水圧でリグが浮き上がらないようにラインスラックを多めに取ってます。はい。ホール時は、ディープに垂直にリグを落とすためにラインテンションをフリーにしております。これ私が言っ私わかんないんだけど。あ、そんな感じで釣りました。はい。亀山の感想は、そうですね、なんか関東のバスは本当にスレスレって聞いて、いやどんなのかなと思って本当にすんごい興味あったんで、興味あるなら行っちゃうということで行きました。はい。皆さんガチでもう結構なんかなんだろう、すごいな、なんか雰囲気がすごかったですね。うんうん、なんかすごかったです、本当に。なんかすごいなーって思って、なんかみんな、あ、なんかガチでバス釣りやってんだなと思いました。はい、すいません、初心者みたいな意見で、初心者なんですけど。はい、そんな感じで釣りました。まあ九州に帰ってもそういうやり方を勉強した通りに、まあいろいろアレンジしながらやっていきたいと思います。以上、意外と女の子のフォーリーでした。またね。はい、じゃあ、ね、じゃあ見せる、ね、亀山編。はい、ねね、フォーリーちゃん、ね、いいの釣ってましたね。どうでした、どうでしたか。そうですね、うん、もみあげがなんかすごい。関東の人たちの、はい、ブログをたくさん見て、行きたいなともずっと思ってたんで、本当に関東生に紛れたことに嬉しく思います。ありがとうございました。なるほど。しんちゃんに本当たくさん教えてもらって本当に楽しかったです、うん、はい、でも本当にねすごい楽しくね、ワイワイとね、ほとんど釣りの話してないんだけど、楽しかったです。はい。今度は公開するかな、わかんないけど、また来るときに、うん。そうですね。関東来るときお願いします。お願いします。はい、関東生の皆さんありがとうございました。はい、じゃあね、バイバイ。バイバーイ。